はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。今回は、プロジェクタースタンドになります。今回はね、スタンダードタイプということで、はい、床に置いてビヨーンとね、ある程度こう高い位置に設置できるスタンドになります。はい、じゃあ見ていきましょう。これね、よいしょ、どういう絵になってるかというと、ビヨーン。はい、こんなに長い、ね、下もちゃんとしっかりしている、こういったバージョンになります。プロジェクター見るときって、床に置いてみる人ばっかじゃないよね。高いところに設置して投影したい方も多いと思うんだけど、そんな時に台がない、どうしよう、なんかない、なんかない、お母さん、ね、味好みがあったでしょう、ね、味好みがあってもプロジェクターの高さは調整できないんです。はい、そんなわけでね、こういうスタンドが大活躍するんです。で、このプロジェクターのスタンドはこれ伸縮型になっております。つまり伸び縮みすることができます。で、高さはこれね、49センチから123センチまで調整することができます。すごいでしょ。はい、そしてね、360度回転しますね。正面から映す場合、斜めにね、投影して映す場合、そして垂直、天井に映す場合とかね、こういう使い方もできるんだね。びっくりだね。はい、そして最新の第5世代雲台ということで、びっくりしたのね、4分の1ネジ、約6ミリのネジがついております。これなんと5キロの重みまで耐えることができます。はい、安定したシャーシ、まあここがミソだよね。ここがね、お掃除ロボットがガツンと当たっても大丈夫、 IC 設計ですね。はい、まあ組み立て順がね、こうやって書いてあるので、まあ、これ見ながらおじいも組み立てたいと思います。じゃあ実際にオープンボックスいきたいと思います。こちらをご覧ください。はい、アングル変えました。今回はね、ちょっとこう長いんで距離を保たないとね。はい、で、今回はこちらなんだけど、ここで見えるかな、これね。はい、上げていきたいと思います。今テープをね、剥がした。やっぱここじゃないと見えないね。よいしょ。はい、セット内容をね、このようになっております。で、お、結構ね、重みのあるしっかりとしたパイプ。おー、すげー、かっちょえー。うん、ここに何やらついて、おー、あ、そうかそうか、これがあれかな、あ、ロックだ。で、ロック、おお、おほほ、いいじゃん、いいじゃん。しっかりとした金属で丈夫だね。下手な三脚より全然いいよ。三脚プラスチックが多いからね。いいね。あ、これは、これはあれ、もう一本つくのかな。ここになんかもう一本あるんだけど、お、これドッキングするのかな。あ、ドッキングするんだ。あ、そっか、これ伸びるんだけど、え、そうなの、そんなに高くまで行くの。これだってここまで長く伸びるんでしょ。あー、もっと長くか、こうか。これパイプつなげて、ちょっと待って、今斜めちゃったね、うん、よいしょ。いや、しっかりしてるなこれ、物が。ああ、こんなに長く、あ、収まりきんなくなった。収まんないね、ちょっと長くて。いやー、すげー、ちょっと収まんないんで、ちょっと上収納します。はい、こんな感じだから、つける環境によって、まあこれをドッキングして使えるってことだね。へー、すごい。さあ、はい、雲台の部分が出てきました。これはね、スタンダードタイプのこちらね、スタンダードタイプと同じ雲台になります。これね、うん、スタンダードタイプね、見てない方はこのビックリマークのところに入れとくね。はい、これも
ここロック解除するとグリングリングリングリーンってねなるやつです。はい、こっちのやつはマニュアルがついてるのかな、もしかしたらスタンダードタイプはマニュアルついてなかったけど、まあそうだね、まあ付け方がAmazon のページと同じだねこれね、うん、はい、あそうか、こっちはデスクトップタイプか、これがスタンダードタイプだね、うん、デスクトップタイプは紙が付いてなかったと思います。おお、これはまたすげえ、さらに重いぞ。いやーこれ丈夫いなあのマイクスタンドにもすごく良さそう。ほらすごいよ、すごい厚みと重みがあります。どっしりしてます。で裏はね滑り止めのやつがくっついています。すごいなこれ、ここ一応取れるんだねこれね、ほらこれね、ネジもこれこうして取ることができます。これはどうやって、これさちょっとお待ちになってね、ピーちゃん、ね、あ、こっちついてたついてた、あ、両方ついてた、よく見たら両方溝がついてる、あ、どっちもつくんだ、あ、どっちも同じだ、見えないね見えないね、よいしょ、これで見える、よいしょ、くる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 、おー素晴らしい。これを外して、おお、この重み、この重み、バベルみたい。この重み、すげえ、この大きさ。ドーン、おお、このずっしり安定感、これすげえ、いいね、これ。いや、気に入った、気に入った、これめっちゃめっちゃいいやん、これ。よし。はい、これでもう何があっても大丈夫。全体的に映んないね。映んないね。映らないね。で、待って。どうやったら全体映るかな。もうちょっと後ろ置かないと無理かな。こうして、こうして、下からこうすると映るかな。映ったね、映ったね。うん。で、もっと後ろの方にこうすれば、伸ばしてもいけるかな。結構な高さになるからねこれね。いや本当。それでまあちゃんとスペック通りかどうか見てみましょう。これドッキングした状態でここを下にした場合ね、まあ約80いくつだろう、ちょっと見えないな、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、全然見えないでしょ、よいしょ、ね28センチぐらいで運台つけると、運台つけると29から30センチぐらい、30センチってことはないな、この30ってなんだろう、あ、違った、ね、90でした、90、ね、うん、まあ目が病気なんでね、ご勘弁ください、よいしょと、よいしょ、はい、これでね音台の部分をしっかりしっかりと取り付けます。
はい、これで OK かな。本体の部分をつけました。で、緩めるとこれね、グリン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 グね、はい、ここ緩めるとこれすら360度ぐりぐり回ってグリン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 ね。で、ここ90度天井に向けての投影もすることができます。うん、これ素晴らしいな。いや、これね、いいよ。これ1個外すことができてくっついたら、これビデオカメラくっつけて撮影するのはよく高さ調整するんだけど、3本足でこうやってやるのめんどくさかったから、いや、これだったらいい、すげえ楽だなと思ったんだけど、で、この高さからビデオ撮るとちょっと首痛くなっちゃうから、いや、これ外せ、これにこれついたらすげえ最高なんだけどなこれこの重みの一脚すごくいいな、これ。いや、撮影で使いたいな、これ。めちゃめちゃいいな。それぐらいね、丈夫です、これね。いや、びっくり。じゃあちょっとね、プロジェクター実際につけてみましょう。先にね、この雲台をじゃあちょっと外したいと思います。よいしょ。これはどうした方が早いかな。これね、これつけるのめんどくさいから、つけた状態でこれくるくるって回すとめんどくさいから、どうやったら一番めんどくさくないかっていうと、これはここにつけちゃった状態で、これを外して、それでこのプロジェクターね、これこうやってつけた方が一番手っ取り早いような気がする。よし。で、こうやってこれつけてから、よいしょ、これね、くるくるっと回して、よいしょ、もう一度、よし、これでいいかな。これでぐるぐるを、よいしょ、これもうちょっとしっかりつけた方がいいけどな。うん、映ってる？はい、こんな感じになりますね。それで高さがもっとね、高くなるんで、これね、いや、これね、すごいな。で、しっかりとカチンって止まるようになってるので、出しすぎて抜けちゃうことはないです。映んないね、映んないね。もっとカメラ後ろ持っていかないと。それぐらいね、高い位置、よいしょと。どう？ほら、すごいね、すごいすごい。それで、この雲台の高さは今ここで120センチなんだけど、実際にこの雲台の高さがあるので、その高さをドッキングすると124センチぐらいまでね、雲台のネジの部分までがあります。で、まあ、この足のこの部分があるけども、まあ、レンズの高さど真ん中がだいたい138センチぐらいかな。うん、このプロジェクターで138センチの高さまでレンズの中心を持ち上げることが可能になりました、ね。それで、よいしょ、まあ、今度は天井に投影する場合なんだけど、
よいしょ。天井に投影する場合は、よいしょ。これね。こうして。はい。まあ、90度で。はい。抜群の安定性です。まあ、土台がしっかりとこれね、重たいから、これ。めちゃめちゃ重たいんで、本当ね、昔のステージマイクの、重たさぐらいあるんで、全然、地震が来ても、全然ビクともしません、これね。しばりね。だから、不安定にしなるとか、そういったこともないです。天井に投影することができます。めちゃめちゃ便利だね、これね。うん、じゃあ、せっかくなんで、ちょっと、これがあると、どうやって、投影できるのか、それでちょっとセッティングしたいと思います。はい、それじゃあ実際ね、天井に投影してみました。はい、こんな感じいかがでしょうか。まあ、電気を消せばね、はい、こうやってくっきり、まあ、昼間でもくっきり見れるね。電気をつけてもこれぐらいで今映ってるけど、これで100アンシルーメンです、これね。いや、天井で寝ながら見たい人も、うん、十分いいね、これだったらね。はい。ほう。ほう。ほう。ね。いや、寝ながらテレビ、寝ながら映画、ね。プライムビデオとか見たい人いっぱいいるんじゃないの？意外と。ね。こういうのが簡単に実現できてしまいます。いやー、素晴らしいね、本当。お部屋の天井に、ぴょーん。で、本当これ設置楽々ワンタッチだから、これね、こうやって手で、クイーンとほら、回転も楽々だし、ほら、ほら、ほら。いや、便利だね、これ。めちゃめちゃ便利だね。いや、びっくりするほど便利だね。こんな感じで。安定性抜群です。いや、すごーい。まあ、もちろんね、普通に壁に映るからね。ちょっと待って、これ立ててみるね。はい。今度はね、このように立ててみました。ね、くるんとワンタッチで立てるだけです。はい。そしてね、普通にこうした壁に投影することもできます。ね。うん、今ちょっとこっち側からね、光が入ってこう当たっちゃってるけれども、まあ十分プレゼンなんかもできるよね。テレビも見ることができるけど、やっぱビジネスでの用途をすごい重宝するよね。高さ調整、これすごくいいね。じゃあ、これね、これ下に向けたり上に向けたり、まあ台形補正するのも、まあ全然楽なんだけど。ね、だいたいこれぐらいの高さだったらもう全然余裕だよね。うん、はい、どうでしょうか。参考にしてください。やっぱこういう専門のものっていいよね。いや、これね、本当にこれ2本に折れたのが下側にキュッ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 ってついたら、本当もっと低い位置で使えたらもっと最強だけどね。これひっくり返せばもっと低い位置でできるんだけど、もうこれほんとこれね、外してつけたいぐらいだね、これね。はい。まあ、こんだけ安定してプロジェクターをつける。重みが5キロまで OK なんで、まあ、全然問題ないね。不安定とか、不安とか全くないですね。はい。素晴らしい台ではないかなと思います。じゃあ、一回戻ります。はい。今回は、こちら2本使わないで、これ1本、1本だけこっちをね、つける場合です。で、1本だけつける場合、高さ49センチで使いたい場合は、最低ね、これがね、実はね、外せるようになってるみたいです。よいしょ。ちょっとね、このようにこう、ペンチ使って、よいしょ、こうして回せば、はい、外すことができます。ね、まあ、これを外すことによって、こちらがね、メスになるので、これを、このように、
よいしょ、くる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 っとね、こうして、よいしょ、よいしょ、うまく入らないうまく入らない、よいしょ、はい、こうやってね、回して回して回して、よいしょ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 、こっち、はい、これでいいかな、いいよ、よし、はい、入りました。これでこれでね、短く使いたい場合はこれね、49センチからね、この高さで使うことができます。で、あとこの、よいしょ、これをね、緩めてこうして伸ばすことができます。これね、はい、いや、やっぱりこれできるはずだよね、本当ね。49センチからってなってたんで、あれおかしいなと思ったんだけど、はい、まあ冷静によく見てみました。いや、これびっくりしたね。これがまさかね、うん、こういうジョイントがあったらいいなと言ってたんだよね、うん、はい、まあ、こうやって使うんだね。で、ちょうどこれ入れると半分ぐらいいったところでストップできるようになってるんだね、これがね、うん、ここで止まるようになってます。これ以上ネジが奥に入らないようになってます。高いので使いたい場合はジョイントで使えば OK。 これこうしてね、こうして使ってここにこれをつければ OK ということになります。いやー、これすごい使い勝手がいいね。はい、これもね、使用例なんだけれども、いや、これ素晴らしいね。これ今撮影ライトなんだけれども、これが撮影ライトの足になります。で、これね、やっぱりスペースがすごい食うんだよね、うん、でカタンってやるとカタカタってなるし、この足の向きを合わせないと邪魔になったりするんだよね、これがね。でもこういう一脚だと全然スペースを食わない。こんなに違うんだよ、これスペースが、ほらね、すごくいいよね。しかもずっしりと安定してるしね、理想の形だね。これはね、オールマイティに使えるね。はい、今度はじゃじゃーん、はい、ビデオカメラね、つけてみました。いや、すんごいすっきりした、めちゃめちゃすっきりした、これね。いや、通常三脚だとこうでしょ、スペースがすごい食うのよ。で、自分の方に向けるのに、これね、これが後ろ側なんだけど、こうやって使わなきゃなんなくて、この足で、これがね、例えばキッチンなんかで使う場合、まだもう一個足出して、もっと広いスペースやらないと高くならないんだよね。いや、すごくスペースが、一緒なんで、邪魔になるんだよね、動くのにも。で、これだったら、これを追加するだけで、この高さまでいけるわけでしょ。すごい高くまでいけるよね。で、あと、こういう三脚の場合って、この雲台ね、これがこうやってもう、ここでこう、ぐるぐる調整して、で、これで前後だよね。これ前後にこうなるんだけど、こっち向きに傾けたりとかできないんだよね。なんでかっていうと、これ向きが決まってるんで、こうやって動かすとね、えらいことになるよね。で、これのいいところは、これ、どこの部分でカチってしまったとしても、ここを緩めることによって、グリングリン、グリングリンね、回すことができるんだね。ちょっとこれカメラね、よいしょ。はい、ちょっと緩めたら、はい、これどの位置にあろうとも、これね、これが360度ぐる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 動くので、手前にこう、閉じることも、で、よいしょ、こうすると、よいしょ、ここが動くんで、はい、このようにこう、後ろにこうしてやったりとか、自由自在、まあ上向きに取ることもできるけども、自由自在なんだよね。で、こういう雲台だと、そういう自由自在がありません。しかも、スペースは、
まあ、のすごい邪魔になる、向きが一方向方向に決められてしまう、ね、まあ、水平を保つとに、ね、三脚ってこうなってるんだけど、室内で撮影する場合、水平が取れてる場合は、まあ、大体これでいいよね。で、多少傾いていたらこれで微調整すればいい話なんで、いや、これがすごい使い勝手がいいよね。めちゃめちゃ使い勝手がいい。これが2本あれば、今これね、外したんだけども、いや、撮影ライトのやつとこのビデオカメラのやつと2本あったら最強です。本当はね、これもう1本欲しいな。これすごくいいなね、はい、参考にしてください。すげえよこれ。はい、そんなわけでいかがだったでしょうかね。プロジェクターを持っていたら、やっぱ1個持ってると便利なアイテムだよね。で、ネジがあればいろんなもの、あのカメラつけたりビデオカメラつけたりいろんなものに使えるので、まあ1個持ってればウルトラ便利じゃないかなと思います。はい、じゃあお値段の方いきます。せーの、ダキューン。はい、ね、前回はデスクトップタイプを紹介しました。今回はスタンダードタイプになります。スタンダードタイプのお値段は、はい、こちらになります。でん、6999円ズバリ価格になりますね。ああ、これで一生いろんなものを使えるなと思ったら安いもんだよね、本当ね。はい、そんなわけでこれね、今回はしっかり5キロまで耐えられるプロジェクタースタンドを紹介させていただきました。あと、スタンダードタイプ、そんなのあるのってまだ知らなかった方、はい、ここら辺に今出てると思うからね、こちらの動画も見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。